どちらからいらっしゃったんですか？北市です。今日のコンサートいかがでした？最高でした。高校時代から本当に憧れの存在で、またこうやって、25周年の松本英子さんの姿見れて感激しました。最後の曲です。なんかグッときました。子供と一緒に来てたのもあって、はどうでした？楽しかった。どちらからいらっしゃったんですか？あ、秋田市です。ずっと高校時代の同級生なので、ずっと応援しています。今日のステージいかがでした？私涙の力がデビュー曲なので、その歌を聴けてすっごく嬉しかったです。
どちらからいらっしゃったんですか？私は大阪から来ました。大阪から？大阪から来ました。私千葉から来ました。千葉から。あ、どのぐらい応援してくださってますか？もう最初からなんで、もう20年、25年。はい。今日はいかがでしたか？最高ですね。今一緒にこの場にいられて本当に最高です。いかがでしたか？今日はめちゃくちゃ力入ってましたよね。もうその熱気が伝わってきましたね。一番心に残ったところとか何かありますか？一番最後の祈り火、あの祈り火は最高の祈り火だったんじゃないかなと思います。もう私ももう涙流して最後の祈り火聞いてました。もう26年以降もこれからもずっと頑張ってください。もうずっと応援してます。よろしく。25周年おめでとうございます。もうずっとついていきます。どちらからいらっしゃるんですか？私は愛知県です。兵庫県姫路市。かっこいい英子さんが見れてとっても素敵でした。なんか今心に残っているものなんですか？やっぱりスコールですね。もちろん最後の祈り火でかっこよかったです。ずっと歌い続けてくれてありがとうございます。松本さんずっと応援してます。頑張ってください。すいません、 FM 花火ですけど、どちらから？三郷町から来ました。今日どうでした？もう最高でした。英子さん、あの私の大好きな今年の冬だけを私あの会場で聞かせていただいて本当に号泣して、そして私は今日チケット切りを頑張りました。もぎりのお姉さんでした。なんか松本さんに一言でしょう。先輩本当にお疲れ様でした。これからも、皆さんをますます魅了してください。松本英子のマイストーリー。今夜はまずはミルハスのコンサートの、まあ、第1弾の特集ということで、私の母校泉中学校吹奏楽部の特集をさせていただきました。いやもう本当にね、生徒のみんなが一生懸命頑張ってくれて、1月から半年もかけてずっと練習をしてくれていました。もうその成果がもう本番で思いっきり発揮されて一番いい演奏になりました。もう子どもたちのパワーってすごいなと、もうそれを感じながら私もぐっと込み上げるものがありました。そんな中で歌わせていただけたこと本当に幸せに思います。改めて生徒のみんな、そして先生方にもね、指導の先生方にも感謝をしたいと思います。本当にありがとうございました。さあというわけで、来週以降もミルハスライブ特集お届けしますので、どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は松本英子でした。愛と感謝を込めて、またね。夕焼け染まる駅のホーム、手を振るあなた、遠くなってゆく。私恋に落ちてる、苦しいくらい、もう隠せない熱いときめき、ずっと